どうも、休み時間ラジオでございます。井上真です。直美里です。今日は、土曜日、日曜日ということですか、土曜日ですね。土曜日ということで、うん、週末恒例、見るわかオピニオンスペシャルのお時間でございますね。初めて聞きましたけどもね。待機列でお並びの方、聞いていただいてると嬉しいなと思いますけどもね。いや、そうだね。そんな話をしていきたいんですけれども、まあ、いろんな試合があります、はい。ありました。そして代表招集もありますというね。そうですね。動画の収録今終えたところの我々という、その関連の話ができたらな、なんて思いますけど、その前にですね、はい、ちょっとこれ先生に伝えておかなきゃいけないと聞きたいことがあってですね。おら、なんでしょうね。コンビニに行ってお茶を買ったんです、さっきね。そしたら、コンビニで、はいはい。はい、多いお茶からすごい黒のラベルのね、濃いお茶っていうのが出てたんですよ。ほうほう、黒の。すっごい濃いみたいなんですよ。ね。はあ、濃いお茶じゃダメだったんですかね。ね、良くないですか？確かにネギがいいな。チャージダメだったんですかね。いいな、ちょっとな。いやいやいや、でも頭の固い上司がいるんでしょ、多分ね。うんうん、ね、いやいや、多いお茶っていうのはもうブランドなんだからね、つって。多、うんうん、いお茶なんて、なんかふざけてるみたいじゃないか。いや、ちょっと翻って考えて。多いお茶って、ふざけてるように見えたよ、最初はね。今やもうちょっと慣れたから、多いお茶でもいいんじゃないかな、なんて言いながら、若手社員が肘をついてバーで二人、納得いかないっす、自分。まあまあ耐えろ、つって。まあ自分の意見通さなが、通すためにえなくなんなきゃいけないんだ、なんて言いながら、多いブランデーでも飲んでたんじゃないかな、なんて。次第で全部想像ですよ。頭の固い人がいないと思いますよ。伊藤にごめんなさいね。伊藤やったっけ、ごめんなさいね。すいませんでした先生。っていう何の話なの。週末なんでね。まあ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 、先生も自由にお話いただいてみたいな。かしこまりました。はい、はいはい、ね、まあでもまさにそのオピニオンみたいなところで言うんだったら、まあそれやっぱあれですよね。この間、まあ、J リーグからもリリースが出ましたけれども、はいはい、まあ、約1年半後ですか ?2年後か、2026シーズンからさ、いわゆる年俸が変わると、ABC 契約されるんですね。そうですね、うん。はいはいはい。っていうところがあって、やっぱりこう言われるのが、うん、まあ、いわゆる今までのこう、いわゆるなんかほら、上限年俸みたいなほら、470万とかいろいろあるでしょ、それと比べてほら、2.5 倍、3倍ぐらいになったりするから、要は、見立てとしては、全体の市場価値としても、うん、いわゆる2倍、3倍ぐらいになるんじゃないかっていうのがあるんですって、選手たちの J リーグの。あ、そう、あ、いいことなんでしょ、売るときに。そう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 。だから今、だからこの間、ミルワカでも、なんか市場価値どうかとか、この間出したことあっただろうと思いましたけど、市場価値1億クラスのメンバーも、うん、コロナ前とか、うん、コロナ始まったときと比べて、うん、3、4倍ぐらいにもなってるんですよ。いや、世界で。これは森安ジャパンの効果もあると思いますけども。はいはいはい。だけど、こうなってくると、うん、J2 レギュラークラスが市場価値1億円になる、うん、と思う。いやー、これはいいぞ、入ってくるぞ。そう。ってことは、で、儲かるぞ。そう、だから J1 でレギュラークラスとか上位クラスであれば、最低市場価値5億クラスには多分なります。なるほど。うん。だちょっとお金かかっても、売れるんだから、買いなさいと。うん、そうだね。学生からどん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 。そうそうそう。ね、ユースから上げて、お金を上げなさいと、うん、多いお金を。そう。だから、その肥料のクオリティを、もうリーグが決めるってことでしょ、もう。そう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 。これ以下の肥料は使っちゃいけない。こういう高い肥料を使いなさい。どうせ売れるんだからね。そうなんだ、ね。買い手買いの、ああ、菊だ。ね。菊田ランダー言って買ってくれんだからっつって、うん、ね、先生咲かせなさいと。そうなんだよね。なるほど、ね、夏に売れたらアジサイですかなんつってね。よくわかんないですけどね。あ、すごい、なるほど。まあ、そんなことにもなってるよというのは、これが構造的に選手が高く売れるとチームにお金がいっぱい入るわけですから、うん、うん、どうなるんですか。なんでまたね、その、うん、サッカー関係者にお金が回るわけでね、若い子にお金をいっぱい払えるようになるわけだから。めちゃくちゃ回るようになるんで、うん、だからちょっと規模感の違うスター選手が生まれ出てくるんじゃないですかね、今までよりもというか。だしね、ちょっとほら、それはそれをしたってさ、海外のがね、いっぱいお金払える時現状は変わんないわけだから、うん、どんどんどん飛び抜けた顔外に出てもいいですよね。そうですね。だけど、今まではね、あのお金が行き渡らなかった、その、なんていうの、その一個下のレイヤーの人が、うんうん、そこで成長でき、うん、なんならそれを追い越していくような万世的なね成長していくっていう。そうでしょうね。我々はちょっとどうなんですか、それで
うん、スパチャとか増えるんですか。なんで？なんでなメディアの皆さんお仕事待ってまーす。ジムの皆さん関係ないよね今の話と。何スパチャ増えるとどういうこと。いいないい趣味でやってんですからね。ちょっといただければいいですよ。ありがとうございます。そうです、うん、あとは、はい、でもだからマーさんが今途中ででも言ってくれましたけど、うんうん、その結局巡り巡ってっていうところで皆さんとか高校の皆さん、うん、大学いやこれ学校って意味ですけど、はいはいはい、今はほら福田紫耀くんがね、うん、行ったとか高岡くんが行ったとか、うん、佐藤健くん去年明治から行ったとかありましたけど、うんうんまあ、それは今後もまあなくはないと思うんですが、はい、やっぱ J に売ろっかなみたいなケースは増えるんじゃないかなとも思うんですよね。そうかい、ね、十分な金額はあるんじゃないかな、来るからっていうところももしかしたらね、 あるんじゃないかな。学校側からとしてもそう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 。それはでも外に売れるもんなら十分な金額は、ね、いやまあね、あるでしょ。正直この間の塩貝選手とかみたいにもう何億クラスで売れるとかってなってきたらもうちょっと話は変わるなと思いますけど。それはもうしょうがない流れだよ。それはね。そうですね。じゃなくて、ま、迷ってるとか、その海外でも同じ金額でね、うん、とかね、安い金額でっていうのもあるわけじゃない。うん、そこは J リーグに来てほしいじゃない。そうだね。っていうのもあるからさ。うん、はい。そうだよね。うん、待てのはあるでしょうけど、ただやっぱね、まあ本当全体的にですけど、やっぱ日本人の価値はまた上がっていくだろうなって思って。なんでそのサラリーキャップっていうのがあったかというとさ、はい、うんうん、これっていうのは変な話、チームを守るためでもあるわけでしょ、リーグ側が。で、でうん、なんかこう、過当競争になっていくのを防ぐためのあれだったわけでしょ、うん、それを撤廃するってことは、もちろん今のポジティブな側面を言いましたけれども、うん、やっぱりきつい場面も出てくるわけですか、チームには。まあ、そうでしょうね。そうだよね。なんだけど、うん、要は、1個クラブを作りたいわけだ。そうですね。2つ側面が僕はあるかなと思っていて、うん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 、これはもうチェアマンとかも言ってますけど、はい、やっぱり30年ぐらいもやってきたじゃないですか、はい、その形で。うんうんうん、で、結局、まあ、そのフリューゲルスっていうのが一回あったかもしれないけど、うんうん、やっぱりヨーロッパのいろんな国だとか、あとはチームだとかと比べると、うん、日本の財政基盤、各チームの財政基盤、ある程度安定をしてるんですよね。はい、で、それでやってこれたはやってこれた。うん、だからここまでそれを最低限こういうふうにやるんだよは作れたわけだから、うん、あとはもうここからも競争になるよっていう最初の30年でやってきたんだ。どこも潰さないようにこうみんなでこう助け合ってあるしね、うん、ルールと保護してやってきたけども、ここからやっぱこう、うん、そうだね、そうですね、見やすいどこが強いとかってやった方がやっぱサッカー見てない人も分かりやすいんだって言うもんね、これね。そうですよね。もちろん今のパターンの方がいいっていう人もしかしたらいらっしゃるかもしれないけど、うん、あとアジアとのこう競争力ね、世界と。そうなんだよね、うん、やっていかなきゃいけないところもあるからね、うん、そうかそうかそうか、うんうん、っていうところになってくるのかなと思いますけどね、と、はい、なるほど、いいと思います。うん、ね、あとはまあさ、今ちょうどさ、僕からもいいですか、どうぞ。オピニオンの話ちょっともうすぐ終わるんで、僕30秒ぐらいで終わるんで、オピニオンといえばね、まあ、先生どうなのかなと思って、うん、僕はすってもよし、スライスにしてもし、まあリングにした、ごめんなさい、オニオンの話してました。はい、どうぞ、お返しします。30秒もいらなかったわ。10秒ぐらいしか言ってないんだろうね。はい。たださ、うん、ちょっとすごくなってきたなってのが、まずあと若い世代の代表、はい、いいねっていうところで、はい、うん、ちょうどさ、昨日その近似やってるタイミングかな、はい、で、それこそ川端さんなんてのは多分ね、見てなかったんじゃないかなと思って、川崎に。はいはい、同じ時間帯にあれですよ、キルギスで試合があったわけです。ああ、はいはい、キルギス飯を見てますよ、ツイッターで私は。はい。アンダー19日本代表ベース、アンダー19ミャンマー代表。あ、なんか結構大差、6対、なんか、ね。6対0。6対0。わあ、素晴らしい。そうなんですよ。強いね、で、広島の下部組織出身で、今、琉球大にいる中川選手がハットトリックを決めましたのがあったり、うんうんうん、あと、筑波大の広井選手が、2ゴール2アシスト。うん、個人でもこうやって結果残してらっしゃるねというところが出てきてるので、まあまあ多分、まあここね、アジアカップ予選っていう形ではあるんですけど、これは多分大丈夫だろうなと思います。1200万もらえるね。入団とともにね、年俸1200万もらえるね。広い選手とか、いや、まず広井君はね、うん、僕はね、うん、正直来ないと思ってます。いや、だから分かってますよ。分かってますけど。そっか、そういう言い方か。まあ、そういうこともあるでしょ。そうだよね。うんうん、これ一応皆さんに言っておくとね、広井ランド選手で筑波大のね、いわゆる中盤アタッカーの選手がいるんですが、うんうん、実は彼、高校3年生で、帝京長岡高校時代に、もうフェイノールと言ってます。え、ああ、そうなの？そう。で、一回練習参加もしてたりだとかってのがあるので、
最低限オランダ行きなんてこととかリアルかなとか、ヨーロッパ行きは結構あるなと思って。広いランドだもんね、名前が。そりゃあね。そうだよね。本当にグローバルに行きましょう、これは。そうですよね、うん、そうか。そういうなんか基準も知って、目標も高いっていうのはあるでしょうね。でしょうね。あと、まあ、ちょうど今、プラスね、ハットトリックの中川選手なんて話しましたけど、うんうん、こないだどっかの試合っていうか、まあまあ、見てりゃ分かる話ですけど、はい、広島の彼は下部組織出身なんですね、そのハットトリックした中川選手。逆に言ったら、広島から上がれなかった選手なんですよ。広島でか、いわゆるトップ昇格できなくて大学流経大行ったわけですけど、でも広島さ、下部組織出身選手がチームというかベンチ入り含めた18人の中の半分いるんだよね。ああ、そうなんだ。J だともうこんなチーム他にないじゃないですか。いいね、生田の名選手産んでますもんね、広島ユースね。そうなんですよね。うん、で、だから中川選手とかネクスト三田ですよね、要はね。流経大行って多分4年後には多分また広島戻ってくるでしょうけど。でもこういうところやっぱハットトリック決めるっていう風になると、もう世界にも見つかったっていう風に見てもいいんじゃないかっていうのもまたあるし。で、広島組がだからね、川村選手が行ったとかあるけれども、まだ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 こう世界にこう飛び出していくっていうのは結構また起こり得るのかななんて。うん、大学から行ってもね、ここから行っても J リーグにお金が入ってくれば問題ないんですけどね、我々としては。まあそうですね。なんかそういうルール作れないもんですかね。なんでなんででもほら、J リーグっていうものがあってね、先生。うん。いろいろほら、ね。外があって芝があってね、うん、育ちたんでしょみんなJリーグと夢があってね、出たらいい方があって、サッカーの土壌があってみんな育ってきたんでしょ。そうだね。そのだからJリーグにちょっとお金を置いててくれてもいいんじゃないのっていうことでしょ。何それでチラッと時計見てんだ今、私の話してる。私のオピニオンでしょ今。違う、次の話ちょっと探してたんだけど今ね、ごめんね。違った、別のモニター見せな、俺俺がボールを保持してるとき、あ、パスコースを見てるの先の、ね、そういうこと、そういうことでございますよ。いいこと言うふうに言ってくれたな。俺がドリブルしてゴール決める可能性もあるでしょうよ、これ。それはあったとしても、俺は探しとくのが大事だろうよ。お茶とオニオンの話がしてないもんね。ね、いや、しかし先生ね、すぐ終わるけど聞いてくれる？はい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 。大阪バンパックがやってくるでしょ。ありますね、ね、これからね。ものが見れる。まだあんまり僕はね、調べてないですけどね。はいはい。非常に楽しみですし、いろんな国のね、何ですか、うん、これロシアだ、アメリカだ、中国だ、あ、ごめんなさい、オピニオンじゃない、パビリオンの話してましたパビリオンって言うのかね、今ね、筑波の、筑波万博のからパビリオンなんつって言ったもんですよ。アメリカ館は混んでるなぁ、なんつってね、言ったりしてね、なんかこう、ね、スリランカのところは空いてるかななんつってね、言ってました、そうですね、空いてるなってありましたよね。いやディズニーランドで言うと魅惑のチキルームぐらい空いてましたよね、ここで鳥が歌うやつ。あれ意外と、ね、子供には良さわかんないですけど、大人になっていくといいんですよ、あれ結構ね。まだあんのかしら、まだあんのかしら、あ、チキ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 ルームって言うね、ちゃんとねって言ってました、子供の頃はね。もう刺激ねえなーなんつって、親父はでもいいじゃねえ、いいじゃねえかこれって言ってましたけどね。お父様。あ、そうそうか、そうか。何の話なんですか。よく出てきたよ、パビリオンがよ。オピニオンですよ、ご意見を賜りたい、賜りたいんですよ。ね、はい。でもだからあれでしょうね、はいはい、だから今後もあれじゃないですか、本当若い人とかより結果の残した人。はい。に本当チャンスが与えられる土壌ってのは本当より増えてくるのかなとも思いますしね、うんうん、あとだからもうちょいでまた出てくると思いますけど、多分来季からねしっかりこう創設されるであろう、はい、アンダー21リーグ、おー、はい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 、それも出てきたら結構もうすごいことになるんじゃないですか、はい、やっぱりねエンブレムと元に戦ってくれた方がね我々テンション上がりますもんね、うん、そうなんですよね、うん、そうなってきたらやっぱり有望なユース抱えてるところとかっていうのはちょっとレベル短パンじゃなくなるんじゃないですかね、まさに ね。でその年代で試合に出せることでね、ぐぐっと成長した選手をまた外にパーンとね、そうなんですよね、打ってやりゃね、うん、これはちょっとお金も入ってくらーなもんでしょうからね。すごいね。だあとあれも増えるかなと思ってて、うんうん、はい、今で言ったらこうなんて言えばいいんだろうな、例えば鹿島アントラーズなんかは、うん、ほら、翔平高校の選手結構
ちょこちょこっとこう登録するだったりとか、あと、まあ、川崎だったらの静岡学園から登録ケース多かったりするじゃないですか。うんうんうん、今ほら、この間、あれだ、ゴミスさんも触れてたの、神田相馬選手。なんてのはそうだもんね、静岡学園から来た選手。ああ、そうか。うん。とか、だってもともと古くは長谷川達也とか、なんだったら、旗手レオ、まあ、ここら辺もね、大学経由ではあるけど、やっぱそうだったんですし。もうダメなんですか、僕全部解決療法知ってるんですけど。あ、なんでしょう、なんでしょう。もう、鹿島アントラーズ大学とかにしちゃえばいいんじゃないですか。川崎フロンターレ大学。ね、サンフレッチェ広島高校。サンフレッチェ広島大学。ただ、あれでしょ、ね、今までの歴史があるから、こう、普通の学生さんがそれじゃ嫌だっていう、じゃなくて、ほら、鹿島アントラーズ大学から、もうね、三井住友銀行とかいっぱい決まるようになってくれたらいいじゃないですか。もっと何々大学だから、ね、そうだね。サッカーファンだけのザレ事ですか、これは。まあそうだな。だったら野球界も言ってくるもんね、それにすることによってですよ、J リーグにお金が残るってことですよ、だから。まあでもそういうなんかアクションあってもいいよ、いいっすよね、多分確かにね。だから言ってくれたっていいですし、ユースにね、ユースで育てきれなかったその成長がまだ先の子は、鹿島アントラーズ大学、まあもともと有名な大学ですよ、そこはね。そこに行っていただいて、育っていただいて、で、就職されることは就職すればいいじゃないですか。ね。そこから急に、ヨーロッパって言われたって、しっかり鹿島アントラーズグループに入るわけですよ。何を言ってんの、さっきから私は。それはね、じゃあ大学はどうなんの、これは組織としてよく分かんなくなって言いましたけどね。いやでもだからそういうなんか高校との提携関係みたいなものとか大学との提携関係みたいなものがあったりするとやっぱりそこ提携っていうかね、そういう取り組みとかがあったりすると提携だってやっぱあのね、なんていうの、講座は一つじゃないから講座だから先生通帳の世界だからです。だから話でしょこれ。まあね、だからそうなってくるとそこの高校経由でそのアンダー21リーグでまずは見てみてとかっていうシーンとかもできてくるだろうし、そうだね、でも育て合いがもう始まるってことでしょ。ルーだからコーチの奪い合いとか環境のでしょう、ね、これ素晴らしいことですよ。だって売れるんだもん、売れるんだ。うちの旧社から G1 馬を出そうってことでしょ。そうだね。すげー入ってくんだから、これ。そうだね。子供の奪い合いですよ、これ、先生。いや、そうだな、ね。もう練習会にうちはチャコをあげましょうね。どっかですよ。先生、これは。まあでもそういう何かはそうだよね、金銭をもちろんそうとしても、でもそこでそうだね、だから川崎がまさにやってたかなと思うけど、ユース付近にちょっと投資しておくは一番手かもしれないよね、今ね。そうですね、ユース施設、うん、そうよ、やっぱいい施設に親御さんは入れたいからね。そうだね、お食事もそうだし環境もそうだし教育だってね、プロになれなかった時のしっかりとした教育と実績とね、うん、うん、で本人は何より恋愛よね。だから僕がもうずっと提唱してるね、寮の見学に来た日に可愛い子とぶつからせる、その子は私が仕込んだキャストですね。ああこれからお願いします。あれまだ決まってないんですか。そうなんですか。上目遣いね。身長は低め。ね。上目遣いね。あ、すみません。じゃあまた朝から上手なんですか。いいですね。じゃあねー。つね。母さん、あそこに行く。あ、決めたの？なんて。なんで？いや、環境がいいし。何より学習も、勉強も良さそうだから。ね。行く。急に決めたわね、あなた。なんかあったわりか、ちょっと疑うわ、それ。って、4年ぐらい経ってね、もう足が抜けなくなった頃、うん、俺も同じ子にぶつかったよ、同じ場所で。これ、信じられない話だけど、ニコ先輩も同じこと言うんだよね。で、その子どこにいんの？なんて。その季節だけいるらしいんだよ。なんか芸能事務所かなんかと提携してるらしいよ。なんてしてるな、これな。で、腕組んでグラサンして、な、監督みたいなやつ、あの、ミルアカの人だよね。ミルアカで合図シュってる人だよね、あれね。誰が合図シュってる。自分で言っとらないか。監督じゃ、大プロジェクトの監督じゃ。はい、今行こう、用意スタート。はい、B、B、はい、はい、はい、カメラ回して、はい、はい、B、はい、女の子動き出す、はい、来た、はい、ターゲット、オッケー、用意スタート、はい、もたえく、もたえく、はい、はい、ぶつかる、はい、自然に、はい、立つ、痛がる、はい、いいよ、はい、目線来た、はい、心配そうに見てる、はい、上目遣い、ドン、はい、はい、いただきました、はい、そう、その通り、いつもね、言ったせい、そう、うん、はい、はい、
いつ入寮されるんですかですね。はい、言いましょう。はい、表情。あ、掴んだ、掴んだ。はい、OK! OK! はい、送り出して、OK! はい、飲みに行こう、OK! 決まった。はい、はい、10億。Thank you.、ね、育成後金、後継金までね、含めたら、億です。10億来たら、でかすぎる。それやるべきだもんな。例の口座に振り込んで、ちょんまげ、OK! Thank you! 空港まで送って、ね。ありがとうございます。東京帰って合図しゅうとなきゃいけないから、誰が合図しちゃう、これ。リモートでもできるだろ、どの道。なんで絶対家からいい音で撮りたいから、空港のステーション、あのボックスで撮るから、送って早く。逆に10億入ってくるぐらいだったら、他にも拠点作ってくれよ、なんだったら。なんでその時までリモートでやってんの。タオルマフラー梱包しなきゃいけないから、東京帰んなきゃいけないから。誰か任せるよ、いい加減それは。あ、でもね、景気のいい話ですよ、サッカー界っていうのはね。そうですね、新スタジアムも長崎にねできました、うん、ね、いや、それ話ばっかりしてみてたら、一方で先生、うん、JFL ソニー仙台がびっくりしましたね。ね、これは構造改革っていうんですか、まあまあ廃部ですよ、事実上ね。まあそうなんだよな。ということですけど、まあこれはご時世もあって、まあそこはだからプロはどんどん海外とつながっていく、お金が入ってくるんですけども、うん、実業団っていうのはまあそうですよね。見入りがそれであるわけじゃないから、企業活動の、まあ、広告活動の一つとしてやってたわけでしょ。うん、そこに仙台ってだって50何年の歴史の門、だって書いてましたよ、 JFL の名門門番と言われて、本田 FC とね。そうなんだよね、うん、先生なんか仙台出身だからね。いや、まさ、それどころか、ね、うん、あのソニー仙台、うん、目と鼻の先ですよ。あ、そうなんですか。へえ、高い城、うん、っていうかね、あの、うん、正直あの、うん、実家の近くに住んでる方が、うん、そこなんですよ。やっぱ生活にあったわけでしょ。そうなんです。で、この間ちょうどたまたま母と話してて、数ヶ月前ですけど、うんうんうん、その話実は聞いてて、実はあの、もうこれニュースに出てるとも言える話なんですけど、リストラあるんですよ。うん、ああ、そうなんですか。しかも数百人単位。あ、あ、もうその、そうで、ソニーのサッカーだけじゃなくてってことでね。そう、あの宮城の工場ってのが、あのブルーレイディスクとか作ってるんですって。なるほど、ブルーレイディスクが今ね。そう、もうだって記憶させないじゃん、何かにも。サブスク時代ですから。うん、だからブルーレイレコーダーで持ってますけど、うん、ブルーレイ入れたことないですもん、僕。そうね、ね、なんか、なかなかね、買ったね、全録レコーダーみたいなブルーレイが一応ついてるってのは知ってますけど、入れたことないですね。うん、いや、DVD すら入れたことないです、僕。まあ、っていうところで、うん、どうしてもその作ってるものを減らさなきゃいけないだとか、その結果、まあ、ジム減らすことになるってので、うん、だからちょっと事業的なものなのかなってのもありましたから、うん、だからその世代大丈夫かなと思ってたところでもあったので、いやー、うん、まさかね、というあれですよね。だからこれ、企業ですからね、整理しなきゃいけないです、ね、しょうがないです。これどうなんだろう、こう、JFL の枠とか選手のね、行き先とか。そうなんですね、社員選手だったら普通に残る人もいるだろうし、やめてね。でもだからまずあれですよね、うん、その来季、いわゆる昇降格一旦抜いて考えても、うん、このままだと来季15じゃないですか、JFL、うんうん、だからどっか降格させて昇格枠増やすのか、そういうことなの、ね、それともだから降格枠をだからなくしてどっかを昇格させるのか、うん、どうなんかね、そういうことなんです、気になりますよね。ねえ、うん、だから今ソニーがちょうどまず、あの実はね13位なんです、16チーム中で。下にいるのが新宿、武蔵野、ミネベア、三井なんで、だからこの3つのうちだからどっかがまずいわゆる残留になりつつ、うん、なるほどね、なのかどうか分かんないけど、ミネベアとか丸安さんとか、うんうん、ね、ね、こんなもそうだけど企業で頑張っていくっていうことなんですけど、これやっぱり下からどんどんさ、なんていうのかな、うん、J リーグを目指すチームが入ってくるわけですよね、プロ志向の。そうだよね。これっていうのはやっぱりこう、ね、うん、プロで儲けていこう、海外ともつながっていく、その世界に乗り込んでいこうっていうわけだから、うんうん、なんか JFL の意味合いっていうのも変わってくるんでしょうね、こうなってくるとなんかね。変わるでしょうね。意味合いというか、ひょっとしたら企業チームと分かれるかもしれないですね。いや、そうじゃないですか、これはありえますよね。うん、うん。ね。うん、でもホンダとかソニーがいるから面白いみたいな、やっぱ JFL ファンとしてはね、そうだよね、あったわけですけれども、うん、
だ J4 は作らないって言ってるけど、うん、だもしかしたらそういう何か、だから、企業チームは JFL に残して、うん、やっぱり J4 みたいなそういうものを作るとかっていうケースも出てくるかもしれないし、うん、あとなんか構想としてなんかあるんじゃないかって聞いたことがあるのが、まあ、もう一個あって、はいはい、さっき言ったあのU21に関してはリーグ作るみたいな話あるじゃないですか。うん、はいはいはい。やっぱりU23もう一回やろうみたいな。チームとして。だけどそれは、U23リーグにするんじゃなくて、うん、いわゆる新設リーなんか、いわゆるこういうか JFL なんか J3 なんかそういうところにだから入れ込んでるみたいなパターン、うん、だからドイツとかでそういうことやってますけど、なるほどね。ただ一方ではね、ホンダとかソニーがあることでよ先生、うん、親御さんがサッカー選手を目指させるときに、いやそうだよ、しっかりそういう企業にも入れる道があるっていう立派なね、うん、JFL に入ってる先輩もいると、うん、それはプロ終わってからもそうでしょう。だそういう意味でも日本サッカーの、ね、下支えしてるっていうのはもちろんあってるわけだから、残ってほしいっていうのはありますよね、これね。ありますよね。はあはあはあ。ミネベアさんっていうのは儲かってんだね。あ、そうだね、そうなるとね。なんかその、あれでしょ、わかんないけど、うん、それ、なんか大事なもの作ってんでしょ、すごく世界的に。そうだよな、ベアね。ね、ベア。ベアリング。そうだね。何ですか、うん、熊のグミ。どっちかでしょ、世界的にね、欠かせないもん作ってるでしょ、ね、グミベアかベアリングかどっちか作ってるわけでしょ、ね、これロックソートは詳しいでしょうけども、はい、そうでしょうね。いやーまあちょっともらっていくのか ね、うーん、そうですね、はい、そうね、ちょっとなんかごめんなさいね、なんかちょっと下げちゃいましたけどいや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 でもサッカー選手を目指す子にとっては悪い環境じゃないってことでしょうね。そうだよね。モチベーション、インセンティブ上がっていくってことでしょ、これは。そうだよね。うん。でも一方で潰しは効かなくなっていってる現状もあるのかもしれないと思う。まあ、これはどう？いやいや、そうだ。どうでしょう。うん。で、でも、どこ行ったって人生なんか勝負なんだから。そうだね。ね、先生ね。俺、まさに俺一個だけ、一個だけ、俺 J リーグに一個だけ言いたいこと。いい話始まろうとしてたんじゃないの、今。興味ないし、興味ないし。あなたもちょっと始まっちゃったでしょ、どうぞ。一個だけね、はい。これはあの、プロ野球で起きたことだから、かはい、まあ、危惧はあるって意味で、うん、だって3倍になるんでしょ、だから、18でいきなり、うん、あの、支度金とか含めたら2000万ぐらい手にする人も出てくるんでしょ、要は。プロ野球、サッカー、J リーグ、再来年ぐらい。そうなの、熱報マックスの1200もらって、それプラスあの支度金で500万とかもらうの、手準備金というか、だから一気にお金入っちゃう人いるんですよ、うんうんうん、だけどやっぱ一気に入っちゃうと遊び覚えちゃう人もベルファーレだ、ね、ベルマーレじゃなくてベルファーレどこ行っとね言うて、ね、だからいきなり得て、例えばその後で例えば失敗しましたとかもいるだろうし、うん、お金使いすぎて借金だとかで人も、プロ野球とかあとメジャーリーグとか出たわけで、うん、サッカー今までそういう金額じゃなかったからどうにかなってたところあるけど、いきなり掴むとね。元年とかね、ほら、前園さんがいますから、うん、スーパー講師として。ね。うん、だからそういう、なんていうの？そうですね。そこの中で。いないじゃない？だからサッカーってある種そういうケアはできるんじゃないの？まあ、あとは思いますけど、うん、まあ一応だからそこだけがちょっと気になるなーっていうのはありますね。お金の面というか。今のはもっと堅実なんじゃないの、入ったら使っちゃおうみたいな、その遊び場とかもそれはないんじゃないのおじさんだから分かんないけどいや分かる、だからそれを、うん、だから僕らそう思うかもしれないけど、うん、そうじゃない人もいるかもしれないから、ね、もう SNS 警察が見張ってんだから今スポーツ選手だってでもね、ちょっと振り返ってみてください。10年前なんてスポーツ選手が不倫とかしたって何にもなかったですよ。俺最初びっくりしたんですもん、10年前からだったの、初めて、うん、J リーグの選手が不倫しました、 SNS でニュースになった、こんな時代なのと思って、今じゃ当たり前でしょ。そうだね、スポーツ選手にまでってなったんです。あ、サッカー選手にまでって、まあ、貧困法制みたいなね、うんうんうん、だからもう走るしかないんですよ、ゴールを目指してねえ先生。いやまあそうだな。時代が違う。あんなもう時代、ね、目移りする時代じゃないですもん。もっといいものが鳴ってるんです。海の向こうに。そうだな。そういう、ある種夢のある時代ですよ。ね。確かにね。うん。うん。そういうことですか？どうなんですか？若い人聞いてみたいね、これね。本当だね。夢がでかくていいじゃない？
ね、確かにそうだな。この天が日の本をサムルにじゃないですよ、もうワンピースを一つなぎのねどこにあるか分からない海の向こうにグランドラインに漕ぎ出そうとしてるんですよ。そうだね、12巻ぐらいまでしか読んでないの、そんな言ってね、最初の設定を知ってるから、ね、ああ、そういうことじゃない、確かにな、夢の話ですよ。そうだね、皆さんのちょっとね、うん、オピニオンも聞きたいですね、これはね。ありがとうございます。大丈夫ですよ、ちゃんとギリギリだ、ちゃんと喋ってたでしょ。何を我々喋ってたでしょ。ふざけてただけじゃないでしょ。ねえ、ふざけてないし、ね、喋って、それ大丈夫で、サッカー選手もね、うん、あの毎日しっかり走り込むように私もね散りばめてるつもりですよ。これ努力ですよ、皆さん。邪魔してんじゃないんですよ、先生の。私は。ね、先生。思いませんか？音楽だってずっとね、ドラムの音じゃ使える。先生がドゥンツッ、ドゥンツッ、ドゥンツッ、ドゥンツッだとしたら僕はデゲデッテなんですよ。わかります？テクノで言うと。先生がドゥンツッ、ドゥンツッ、ドゥンツッ、ドゥンツッだと僕はデゲデッテなんですよ。デゲデッテがあった方がドゥンツが気持ちいいんですよ。わかります？まあ、そうでしょうね、音楽はね、はい、ありがとうございました。先生はね、こういうあの無軌道な雑談を30分しか持たないんでね、もうやめろ。いや、もう、もうあのキャパオーバーです。いや、もう10分でキャパオーバーですよ、僕は。あと2時間ぐらいやりたいですけど、ね、俺、どの動画撮るより雑談が一番疲れてるんだから。もう何にも覚えてない、前半で喋った話が。もういいんですよ、脳にいいんですよ、そういう方が。そうなんですよ。疲れるとか言わないでもらえます？ひどいこと。もう何喋ってるかも自分で分かってないから、スタミナ切れてんだから。ショックですわ。ありがとうございました。またお会いしましょう。明日もでもこれだけは覚えてるな。はい、はい、どうも、ドゥンツ佐藤でした。ドゥンツ佐藤、うん、デゲデッテ井上でした。ありがとうございました。明日、じゃあね、いい週末を。